Hello, what's up? のりのキッチンです。今日はホリデーシーズンなのでビーフを使ってビーフリブアイローストを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。いろんなね作り方があるんですけれども、私はこの4パウンドのお肉を作っていきたいと思います。これでね、子供2人、大人2人、うちの家計はね、いけますね。女の子なんでね。はい、これで4パウンドです、4パウンド。で、まず最初にね、これに塩コショウとか、何でも自分のお家にね、ある、いつもね、これ使うやつ。これ使う、ダッシュね、ダッシュですとか、あと、ナツメック、オレガノとかね、何でもいいから、これを塗りたくります。ハーブがあったらね、ハーブでもいいんですけれども、とりあえずね、塩じゃない、胡椒じゃんね。待って、胡椒まんべんなくかけてね。まんべんなくかけて、オレガノちゃんもかけて、いろんなクレイジーソルトとかね、このダッシュ、なんでもいい、なんでも。おいしいよこれね。ホリデーシーズンにしか作らないんですけどね、アメリカのねスーパーマーケットだとこの時期ねすごい安くなるんですよ。でこれで4パウンドで、これでね30ドルぐらい。とりあえずここに置いといて、で今度ねお野菜をカットしていくんですけど、ロッジっていう鉄のフライパンを使います。これね一つあるとすごい便利ですよ。ステーキとかね、もうね焼け方が違う。焼け方がねすっごい美味しくジューシーに焼けます。そう、人参ね、人参、まあ、適当に、これはもうね下に引くだけなんでね、この鉄のやつに入れていきます。さっきねもうカットしてあるね玉ねぎを皮のまま入れちゃいます。玉ねぎ入れて、で今度ねセロリも適当に切ってね入れていきます。セロリも入れてね、こんな感じ。タイムもあればタイムも入れちゃいますね。骨をね下でこんな感じで乗せていくんですけど、で今度ねガーリックも潰して、こんな感じね、潰して入れていきます。ここにね、このバターもカットして、よくねこのバターをねこうやってつける人もいるんですけど、まあ、つけなくても後でねソース、美味しいソースをね作るんで大丈夫です。もう本当に大雑把これでいいですか適当まあこんな感じこんな感じでバターも入れて、はい、こんな感じで適当にのバターを乗せてお野菜が入った感じです。あ、それね、安いやつ、トレジョの安いワイン、3ドルぐらいのワインをかけちゃいますね。ここにドバドバカップ1ぐらいをかけてオーブンに入れます。はい、いってらっしゃい。はい、それではね待ってる間にソースを作ります。オージューソース、ステーキソース、ブラウンのね、もうねこの後ろに書いてある通りでいいんですけど、3カップのお水を入れて、その中にねこの粉を入れるだけです。はい、出来上がり。なんて嘘ですけど、これをね火にかけてグツグツ煮ます。知ってた？これさ、ここちょこっと折ると泡立たないんだって。すごいですよね。花輪が言ってた、花輪チャンネルでほらほら、いただきます。それではね、火にかけていきます。こうやってね、かき混ぜながら、はい、5分ぐらいでね煮立ってきて、普
通はここで終わりなんですけれども、ノリノリキッチンはここでは終わりません。これで途中経過です。今ね半分で、このね半分の時にこの美味しいねタレをかけます。かけてあげます。はい、できました。このねここがねポップしたんでね、中まで焼けてるっていう証拠です。はい、そしてこれをねちょっと溶かします。こっちに置いて、これをさっきのねソースの中に入れます。ちょっとね煮ますね。これをこんな感じで、このままでもいいんだけど、やっぱりね小麦粉とか入れてもうちょっとねテックにしたいと思います。トロトロになりました。ここね骨から外します。はい、出来上がりました。こちらリブロースですね。じゃあ中身を切ってみたいと思います。テッテラッテッテうー、あ、おいしい、いいんじゃない、大正解。ピンクはい、こんな感じになりました。これを切っていきます。そうだな、先ほど作ったね、タレソースか、オージュをかけます。美味しそうですね。これねほらできた。このパンとねこれと一緒に食べたいと思います。乾杯。一口お先に、皆さん今日はねちょっとね友達が来てるんでね、もうめちゃくちゃ美味しそうでしょこれ、うわ美味しそう。いただきます。あ、落ちた。いただきます。ジューシー、赤ワインのね、美味しいです、ぜひぜひ皆さんも作ってみてください。これパンに出してもね美味しいからね、美味しいから。ちょっと待って、最後まで見ていただきありがとうございました。またね、バイバイ。できました、イエーイ。